ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。円安が止まらないわね。今じゃ、1ドル140円まで上がってるからな。ニュースで、Apple Store のアプリ内課金が、高くなるって見たわ。すでに iPhone は値上がりしてるし、かなり影響が出ているぜ。円安で輸入製品はほとんど値上がりしてるし、不安よね。そうだな、このままだと日本は食料危機に陥るかもしれないぜ。食料危機って言うと、つい最近話題になってなかった？お、よく知ってるな。じゃあ今回はそれについて話すか。早く聞きたいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず霊夢、ロックフェラー財団って聞いたことはあるか？なんだか聞いたことはある気がするわ。陰謀論とか、イルミナティ、フリーメイソンとかか、陰謀論に関しては今回はスルーだぜ。食料危機から陰謀論ってなると、確かに話が変わっちゃうものね。陰謀論については別の回で解説してやるぜ。わかったわ、ロックフェラー財団がどうしたの？2022年5月に、ロックフェラー財団が今後数ヶ月で食料危機が来ると発表したぜ。5月の段階で数ヶ月って言ってたなら、もうそろそろじゃないの？予想段階だと、11月には食料危機が始まるようだぜ。11月って言ったら2ヶ月切ってるよ。急いで保存食でも蓄えるんだぜ。備えるべきものは後ほど教えてね。もちろんだぜ。食料危機に陥る原因って何なの？世界的な肥料供給の混乱と、異常気象、それと半導体不足などだぜ。前半の2つはわかるんだけど、半導体不足だと食料危機になるのはなんで？簡単に説明すると、半導体不足によって生活水準の低下を引き起こし、経済状況が悪化するんだ。経済が悪化すれば食品価格の高騰を招き、間接的ではあるが、食料危機につながっていくんだぜ。なるほどね。それと、みんながよく言う陰謀論ではないが、ここ最近、半導体と食品関連の工場が、事故に遭っているんだぜ。それは間違いなく陰謀ね。食料危機はわざと起こされてるんだわ。実際ネットの声だと、そういう声も多いから一概に否定はできないぜ。ちょっとふざけてみたけど、本当に多いからすごいよね。しかも、ロックフェラー財団の発表直後に、これらの工場事故が頻発したことから、財団が食料危機を誘発しているのでは？という声が多く上がったんだぜ。そんなことがあったのね。タイミングが悪いのかそれとも。アメリカにて工場事故が多発したんだが、アメリカでは報道されなかったらしいぜ。それもおかしな話よね。工場事故に関しては、今年だけでなく、去年は、台湾の TSMC の半導体工場で、大規模な火災が起きたり、半年前には、旭化成の半導体工場でも火災が起きたぜ。旭化成の工場火災は覚えているわ。怪我人は出なかったのよね。ああ、だが台湾での火災は復旧まで時間がかかり、甚大なダメージを受けたぜ。私は偶然だと思ってるわ。さて、食料危機の話に戻るが、アメリカ西部で、干ばつが深刻化してるのは知ってるか？それこそ今年の5月頃に話題になってたね。不発弾も見つかったんだっけ？ああ、気候変動によって干ばつが深刻化し、水位低下の影響によって、各地で遺跡や遺物、さらには遺体までもが発見されていってるんだ。遺跡や遺物って聞くとワクワクするけど、そうも言ってられないのよね。研究家たちの間では盛り上がっているが、環境問題としてはかなり深刻な状況だぜ。行方不明者の遺体も見つかるのは、すごく物騒よね。2022年5月以降、4体の遺体が見つかったみたいだぜ。でもアメリカの干ばつって、去年とかもやばい、って言ってたんじゃないっけ？去年、一昨年も深刻だと言われていたが、今年はそれにも増して異常らしいぜ。全米最大級のダムの水位が、史上最低を記録し、ほぼ満水だった頃と比較すると、水位は50メートルも下がっていたんだ。そんなに水位が減るなんて確かに異常ね。ほぼ満水だった頃はいつ頃なの？2000年頃だから、22年で50メートルも、水位が下がったことになるな。単純計算で、1年ごとに2メートル以上減っていってるわけね。今後ダムの水位が下がり続ければ、水力発電ができなくなる危険もあるぜ。食料の生産に水も電力も必要なのに、このままだと生産が追いつかなくなるのね。アリゾナ州では、食料危機に備えて、大規模な農業開発が進み、水の需要が高まるが、ダムの取水制限によって供給が間に合わず、井戸を掘る件数が、急増してるそうだぜ。地下水だけじゃ間に合わないから、これから大変になりそうね。それから初めに霊夢も言っていたが、輸入製品の高騰が止まらないよな。近所のお気に入りのパン屋さんが、値上げしてて泣いたわ。日本だと影響は少ない方だが、小麦の価格がかなり上がってるんだぜ。それはやっぱり、ロシアとウクライナの影響が大きいのかな。小麦の生産量が、ロシアもウクライナも、世界で上位に位置してるからな。さらにロシアは肥料の輸出量が世界一で、世界で使われる6分の1を占めてるぜ。
そういう状況から判断して、ロックフェラー財団が食糧危機を訴えかけてたのね。つまるところそういうことだぜ。どうにかして、食糧危機の未来を回避したいわね。財団のトップは、世界の食糧供給を、持続可能な形にするべきだと訴えているぜ。持続可能、最近よく耳にするわね。SDGs の目標達成が、って話題になるよな。主に気候変動への対策と自然資源の保護が、日本では課題とされているぜ。食糧もこの観点から、持続可能な形を目指すってことなのね。苦手な人がかなり多いだろうから、あまり話題にしたくはないが、昆虫食によって、食糧問題は大きく改善する見込みがあるんだぜ。虫を食べるってこと？考えたくもないわね。冷凍食品を広く取り扱う日霊も、昆虫食を扱う企業に出資してるぜ。昆虫食のメリットを教えてもらってもいい？できれば食べたくはないけど。昆虫食は、魚や肉以上に良質なタンパク質が含まれていて、さらに食物繊維、銅、鉄マグネシウム、マンガン、リン、亜鉛などの栄養素が豊富なんだぜ。後半の栄養素は、サプリメントでしか聞いたことがないわね。ああ、だから健康を守る役割もあって、一番のメリットは環境負荷が少ないことだな。でも気持ち悪いわね。蜂の子なんかは古くから高級珍味として食べられてたから。昆虫食といっても、いきなりゴキブリを食えなんかは言わないんだぜ。環境負荷が少ないとはいえ、やっぱり厳しいものがあるわ。まあ環境負荷が少ないと言っても、実感が湧かないだろうから比較するぜ。そうね。牛を一頭育てて、牛肉を 1kg 生産するのに、水が約2万リットル必要なんだ。そんなに必要なの？それで虫の方は？今回はコオロギを例に挙げるが、同じ量を収穫するのに8リットルで済むぜ。さっきのアメリカの干ばつ状況を聞いたから、かなり魅力的に感じるわね。さらに家畜が、繊維質の高い飼料を食べると、それを消化する過程で、メタンガスが発生するんだが、これは二酸化炭素の約28倍も温室効果があるんだぜ。地球温暖化の原因の一つってことね。それに対し、昆虫食の普及によって発生する、温室効果ガスは約100分の1ほどだぜ。聞けば聞くほど、持続可能って言葉がぴったりな気もするわ。さらに、虫は世代交代も早いぜ。これも比較してもらえる？食肉として飼育された牛が出荷されるのは、約2年4ヶ月ほどかかって、加食部位は 40% ほどと言われてるから、約 288kg 分出荷されるんだ。ふむふむ。対してコオロギは、50×44×20cm の空間で、50対の成虫を入れて飼育し、32日後から、毎日6000匹のコオロギを出荷できるようになるんだぜ。6000匹って言うとどれくらい？個体差を考えて、1匹 0.1g と仮定して、2年4ヶ月で、約 484kg 分出荷できるぜ。同じ期間でも、約 1.7 倍くらいの収穫量なのね。コストも削減できるから、普及すれば持続可能な資源として活用されるな。何度も言うけど、見た目がね。昆虫食の課題として一番に上がるのが、食欲がそそられないってところだな。そうね、逆に昆虫食のデメリットも教えてもらえる？味が鮮度によってかなり変わることだな。鮮度が落ちると激まずだぜ。想像したくもないわ。食中毒のリスクが高いことも挙げられるぜ。これはジビエなどにも言えるけどな。虫で食中毒にはなりたくないわ。あとは他の食料にも言えるが、アレルギーのリスクだな。確かにそれはどうしようもないわね。ひとまず挙げてみるとこんなところだな。食欲が湧かないことを除けば、かなり食糧危機の解決につながりそうね。昆虫食への理解が深まれば、むしろ食文化も広がっていくかもな。いつかは当たり前になるのかな。さて、少し話は戻るが、財団が、食糧危機の発表をする前に、行動を取った人物がいるぜ。私も知ってる人かな？ビル・ゲイツだぜ。マイクロソフトの設立者ね、どんな行動を取ったの？食糧危機に備えて、アメリカ最大の農地を980平方キロメートル買収したぜ。なんだかとんでもない広さだけど、日本だとどれくらいなの？東京23区の 1.5 倍の広さだぜ。広すぎー。世界の農地面積の、個人所有ランキングでも堂々の1位なんだぜ。そりゃあ、これだけ所有してればね。ちなみに、企業を含めても、49位になってるのは驚きだな。トップの人たちって、常に先を見据えてるようでかっこいいわね。ビル・ゲイツは2016年の時点で、パンデミックを想定していたしな。そこまでいろいろなことに先手を打ってると、これまた陰謀めいたものを感じるわ。さらに今年の2月にも、ビル・ゲイツはさらなるパンデミックを予想したぜ。そしてこれはまた別の病原体となる、と発言していたんだぜ。むしろここまで来ると、陰謀論じゃないという方が難しい気もするわ。ビル・ゲイツ氏は、多額の投資を通して、SDGs の目標達成に協力してるんだ。投資を通して、平和と公平をすべての人に、という目標があるんだが。素敵な目標ね。
その内容は ?2030 年までに、すべての人が出生登録をして、法的な身分証を持てるようにする、だぜ。世界中には、公的な身分証を持っていない人が多くいるってわけね。約11億人もの人が持っていないようだぜ。なるほど、世界のすべての人が、医療や社会保障サービスを受けられるようにする。そういう身分証を持てるようにする。っていう目標もあるのね。世界79億人のすべての人に、デジタル ID を発行して、身分証明するプロジェクトだが、この目標に対して、マイクロソフトやロックフェラー財団が協力しているんだぜ。素敵な未来じゃない、私も応援してるわ。陰謀論者の霊夢は、デジタル ID の発行で、人々の行動を支配するためだとは思わなかったのか?いつから陰謀論者になったのよ、でも無関係ではなさそうね。私は偶然だと思い込んでるけどね。きっと、食糧危機の解決に見せかけて、SDGs の裏では、世界を牛耳ろうと画策している勢力が存在するのよ。財団とビル・ゲイツがまさにそうだわ。陰謀論者の出来上がりだな。せっかく乗ってあげたのに、少し話は変わるが、グレートリセットってわかるか?経済のリセットみたいなものよね?詳しくは知らないけど。そうだぜ、現代経済を完全にリセットし、一からやり直すっていう計画なんだぜ。完全にリセットするってことは、今の円安も元通りなのね。元通りにはなるが、今持っているお金は全て無価値になるってことだぜ。一からやり直すってそういうことなのね。それでこのリセットがどうしたの?ロックフェラー財団やビル・ゲイツ氏は、経済だけでなく食文化に関しても、このグレートリセットの計画に入ってしまうのではないかと危惧してるぜ。伝統料理などがなくなるかもしれないと心配しているのね。食糧危機によって大きく食文化が変わると、今までの文化と変わる可能性があるぜ。食糧危機を乗り越えなければ、そういう危険性があるということね。とはいえ、食文化のリセットというのは、危険性がある、くらいの話だぜ。心配事は少ないに越したことはないよ。とまあ、今回はこんなところだな。霊夢、どうだった?食糧危機って聞いても、日本だとある程度大丈夫だって思っちゃうね。いざという時は、虫を食べればいいんだぜ。できれば遠慮したいわよ、やっぱり見た目がね。あとこういう話をしている時って、必ず陰謀論がちらつくよね。世界のトップの考えを理解するには、陰謀めいたものを想像するのが、一番しっくりくるから、なのかもしれないな。あとは複雑なことを考えるのをやめて、陰謀だ、って決める人も多そうね。世の中の陰謀って言われていることの、何割がその通りなのかは、気になるな。今度はそういう話を聞かせてよ、気になるわ。楽しみにしておくんだな。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。コメントも残してくれたら嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。